チアコレッスンへようこそ。第2回チアコレッスンやってまいりました。第1回の動画見ていただけましたでしょうか。第1回はバレエを始める初めの第一歩ということで、初心者の方向けのね動画でした。簡単なストレッチであったりとか、基本的なねバレエの手の動きをご紹介したんですけども、今回第2回は、足裏のトレーニング、つま先を鍛えるトレーニングをご紹介していきたいと思います。私自身つま先はあまり綺麗な方ではないですし、もうね見事な、扁平足です。なので公演の時いつもつって、結構大変なんですけども、レッスン前とか寝る前にねちょっとしたトレーニングといいますかを毎日毎晩やってますので、そちらをご紹介していきたいと思います。それでねそんなに長くないし、お家でもできます、寝る前でもできるので、この動画をね一緒に見ながら、トレーニングしていただけたら嬉しいなと思います。はい、それではチアコレッスン第2回いってみよう。はい、それではまず1つ目からご紹介していきたいと思います。1つ目はねこの、ゴムバンドを使って、トレーニングしていきたいと思います。これはね私レッスン前に、足首のねウォームアップとしても、やっています。で、これ多分ねバレエダンサー持ってる方多いかと思うんですが、どんなトレーニングかねちょっとやっていきましょう。ゴムバンドをつま先に引っ掛けます。そしてルルベの状態にしてつま先を伸ばす。ゴムはこっちに引っ張ってってください。はい、こういうトレーニングです。はい、でその時に、ね、気をつけていただきたいのは、つま先がこうキュッてこう丸くならないようにできるだけここの関節だけをこう曲げるイメージ、見えるかな、はい、こうならずにできるだけここの関節だけをグッとこう曲げるイメージでやってみてください。これ左右5回ずつ2セットいきましょう。はい、それではいきます。はい、1、2、3、4、5。はい、これつりますね。はい、では左行きましょう。はい、できるだけつま先をこう丸めないように、第一関節っていうのかな、第一関節だけをこう曲げるイメージで。はい、左行きまーす。1、2、3、4、5。はい、これねレッスン前にやると足首温まってすごいいいですよ。はい、ではもう一回右行きましょう。はい、1、2、3、4、5。はい、はい、ラスト左5回いきます。はい、1、2、3、4、5。はい、はい、こんな感じです。こんな感じで私は、毎回レッスン、トレーニングの前にやっています。見てください、これ私、見えるかな、かなりの扁平足です。これはね、私の父親もこんな足してるので多分遺伝なんじゃないかなと思います。これがねまた辛いんですよ。
はい、それでは2つ目いきましょう。はい、2つ目のトレーニングはこのタオルを使って、トレーニングしていきましょう。これはね、私結構ちっちゃい時やってました。これも多分聞いたことあるとは思うんですが、こうやってタオルをね集めていきます。このように集めていって、そしてまたこう広げる、こうやって広げる、だんだん広げていく、こう向こうに折っていく感じですね。はい、これもなんですけど、できるだけこうギュッてならないように、ここを使うイメージで、はい、集めていきましょう。これもね、2回ずつ、やっていきたい、左右2回ずつやっていきたいと思います。はい、いきますよ。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、だいたい集まりましたので、次は向こうに、あっちの方に、やっていきましょう。いきます。はい、こんな感じです。はい、左も行きましょう。どうですか、足裏効いてますか？私は、結構、つっています。はい、それでは左行きましょう。では向こうに、タオルを向こうに伸ばしていく感じで、よいしょ。この戻すのがね難しいですよね。戻らないんですけど、よいしょ。はい、こんな感じです。はい、それではもう一回右行きましょう。はい、行きまーす。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,155,156,167,168,169,170,171,172,173,174,155,156,167,168,169,170,171,172,
4 5 6 7 8 9 10 はい、はい、右 OK ですので次左行きましょう。ラストです。タオルの大きさは、お好みでと言いますか、好きな長さでも全然大丈夫です。はい、それではラストいきます。はい、集まりましたので話して向こうに行きます。なかなかこれが向こうに行くのが難しい。よいしょ。お、足が動いた。はい、こんな感じです。なんか地味な動きなんですけども、かなり、この足の裏ね、結構使います。はい、
これ多分テレビ見ながらとかでもできると思うので、ぜひやってみてください。はい、それでは3つ目なんですけども、これは私はちょっと寝る前に、やってるんですけども、見えるかな、これは足を思いっきり開いて閉じる、開いて閉じる、見えてるかな、はい、すいません、ちょっと足の裏が汚いかもしれないですけど、できるだけ開いて閉じる、この閉じるのがね結構難しいです。はい、開いて閉じる、はい、これもね5回2セットやっていきましょう。いきます、開いて閉じる、2回目、開いて閉じる、3回目、開いて閉じる、開いて閉じる、4回目、開いて閉じる、はい、ラスト、開いて閉じる、はい、結構ねこの辺が、結構この辺が来ていると思うんですが、はい、痛いですが、もう1セット5回、頑張っていきましょう。はい、開いて閉じる、開いて閉じる、開いて閉じる、はい、4回目、開いて閉じる、はい、5回目、開いて閉じる、はい、こんな感じです。結構、地味なんですけども、結構ね、土踏まずに、来てるかと思います。私はね結構、もう釣ってるんですけども、こんなに開いて閉じて開いて閉じてをすると、次の日ね、足が、むくみにくいという、感じもあります。なんか血行が良くなるのかな、それで、足のねむくみが、かなりマシですので、ぜひ寝る前とかにね、開いて閉じて開いて閉じてやってみてください。はい、それでは最後4つ目、ご紹介していきたいと思います。はい、それでは最後のトレーニングいきます。これも本当にシンプルで、このねルルベアップだけなんですけども、これ2セット10回やっていきたいと思います。はい、それではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、結構ふくらはぎに来てると思うので、しっかりちょっとアキレス腱伸ばしてください。はい、ラスト10回ね頑張りましょう。いきまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。私はふくらはぎが、つりました。辻踏まずとふくらはぎがつりましたので、しっかりねアキレス腱伸ばしてください。はい、それで4つのねトレーニングをご紹介したんですけども、これで最後です。はい、それではいかがでしたか。4つのトレーニングをご紹介したんですけども、結構ね土踏まずに、来たんではないかなと思います。かなり、シンプルな、ベーシックなトレーニングなんですけども、私はねこれを、いつもやっています。
このトレーニングね、お家で、寝る前であったりとか、テレビを見ながらであったりとか、ながらでできると思うので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。私のような、扁平足でも、バレー、このトレーニングのおかげでバレーができていますので、皆さん頑張って土踏まず鍛えていきましょう。はい、それでは第2回チアコレッスンはこの辺で終わりです。それではね、第3回チアコレッスンもお楽しみに。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターのフォローもお願いします。最近ね、アップロードの不具合か何かで、何回もね、動画を載せ直してしまったんですけども、すいません。まだまだリクエストお待ちしております。バイバーイ。